きょうは午前7時から地元住民や市の職員などおよそ200人が集まり、伊勢神宮の近くを流れる五十鈴川の河川敷などで清掃を行いました。軍手をつけた参加者らはゴミ袋を片手に河川敷の雑草や枯葉などを拾い集めていました。気分爽快です、はい、楽しかった。街をきれいにした参加者はすがすがしい週末の朝を迎えました。